で、そのまんま、そのまんま、胃腸炎の治療の方をずっとしてました。で、もうお仕事とかはいろいろ復帰って言ったらあれだけど、復活して、普通に元気な状態に戻っているので、全然心配しないで全然大丈夫なんですけど、そうなの。だから胃腸炎だったんですけど、なんか熱もちょっとだけ出て、もしかしてと思って PCR 検査とかも受けたんですけど、それも陰性で、無事に治りました。 まだちょっと喉の調子が普通じゃないくらいかな。 そうなんですよ。 なので、もうご飯ちゃんと食べられる？食べてる食べてる、大丈夫だよ。 そうなんです。なので、明日くらいから、まあ明日は公演があるので、ちょっと公演も頑張りつつ、SNS の方とかもいろいろ再開できたらいいなと思っています。いう報告でした。 というわけで、そんな感じでした。なんか久しぶりにこんながっつり体調崩したので、なんか変な感じでしたね。公演大丈夫ってね、公演ちょっと病み上がりだから心配ではあるんですけど、まあなんかいなくなったら、ああと思っといてください。 よろしくお願いします。無理しないでねってありがとうね。そう、なんか結構ね、コンサートあって、あとは誕生日あって、生誕祭あった後とかもいろいろあったので、少しゆっくりできる時間があって、そこで、まあその大事なお仕事がね、かぶっている間に体調を崩さなくて、まあよかった、それだけが唯一の救い、本当に。でもゆっくり休めたので、大丈夫だと思います。 そうなんです。そうだからね、あれなの、みゆみゆの誕生日があったんですけど、いつもね、誕生日当日にフォトログに、そのメンバーとのツーショットとかをアップしてたんですけど、それが今回できなくって。そうなの。だから申し訳ない、みゆみゆに。そうなんですよ。だから本当にスイーツ部のね、告知とかだけはとりあえずと思って簡単にだけはしてたんですけど、本当に SNS を全く開いてなくて、そうなんです。 なのでそんな感じでした。 今週は、今週はね、あんまりついてない週だったので、まあ来週から いいこと増やせていけたらいいなって思ってます。頑張ります。配信ありがとう、安心したって。ねえ、ごめんね。そう、多分なんかメールとかだとまた止められちゃうなって思ったので配信にしました。 なんか、なんでだろう、なんでダメだったんだろう。 なんでダメだったのかな、悔しい。 悔しい。結構丁寧に書いたつもりだったんだけどな、胃腸炎って診断されちゃったのでみたい。それでなんか、まあ
熱は朝微熱あったけど今は平熱ですみたいな内容だったんですけど、なんかそう止められました。腸炎そうせっかく書いたのにボツだと悲しいねって。そうなの、そうなんかメール止められちゃうとさ、なんかせっかくこの内容を結構メールが一番その普段自分が考えてることとかをなんかファンの人に向けて一番送りやすい場所だから、そうなんか嘘偽りなく送ろうとしたらなんか止められるし、そうと、そうそう体調不良だとすぐコロナって言われがちだから、でも本当にコロナじゃないかったんですよこれは本当に。はい、そうせっかくいっぱい考えたのにね。そうだよ、メールそれを送るまで結構私なりに文章めちゃくちゃ遂行して1時間くらいかけて書いて送ったのに止められたから、あーこれはもうどう頑張っても無理だと思って体調的にもそんな文章直せる気力もなくて、はい、なのでまあしゃーなし、しゃーなし、しゃーなし、しゃーなしということで、はい、なのでふふ明日スタッフさんに聞いてみた。やだよ、めんどくさい女だと思われるもんしかもなんか過ぎちゃったことそんなネチネチ言いたくないし、いいよ普通に治ったし、はい、だから大丈夫はい、そうなんですよ。でもなんか SNS を更新しない間になんか結構いろいろ新しいグッズとか生写真の予約販売が始まってたりとか、福袋の予約販売があったりとかしたんですけど、みんなチェックしてくれてたかな。一番予約販売を楽しみにしてた生写真、男装生写真が予約始まったので、よかったらチェックしてみてくださいあれ本当にねめちゃくちゃいいのよなんか撮影のスケジュールが来た時はなんかマジ なんこれって思ったけど、なんか撮影現場に行ったら意外とみんなノリノリでなんか男装メイクみたいなのをすっごい検索して結構ガチでみんなメイクしてたから、あそっかと思って私も結構イケメン度上げられるように頑張りました。はい、ひなた男装似合うと思うよって、やばいスーツ姿イケメンすぎ、ありがとうはい、そうでもなんか母親に立ち姿が一番かっこよかったよって、うん、言われた。立ち姿って思ったけど、そうなんですよ黒髪の松の地冬だと思った、地冬だと思った、やばいなそれは、イケメンすぎるな。ノエピーはガチで男子って思った。ノエピーはなんかすごいオールバックにしてなんか撮影の時によくわかんないんですけど、ノエピーはなんかノエはこれ坊主で撮りたいってずっと言ってて、なんか何言ってるんだろうこの人はってずっと思ってたんですけど、なんかすごいノエピーが撮影一番時間かけてたと思いますそう、それでなんかその後撮影全部終わった後にカメラマンさんのところに行って、なんか今日撮ったデータとかをいろいろ見てたんですけど、見せてもらってたんですけど、その時にノイピーのその男装の生写真の写真データもいろいろあって
なんかスタッフさん、生写真グッズ担当のスタッフさんが、山田のは使えるのほとんどないよはっ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 て笑ってました。なんかこだわりにこだわりすぎて、なんかいろいろガチで。そう、だからまあ そんな中でも選び抜かれた生写真ですね、はい。そうだね、でもすごい楽しかったです、あの時の撮影が、はい。いや、ノエピー隊には自由あるよって、ああよかった、ノエピーよかったね。でもすごい楽しかったです、うんうん。まあ、ようポチりましたって、ありがとう、ありがとうね。そうなんですよ。そんな感じです。そうで、ここにギタレレが置いてあるのは、あのちょっと練習してたからなんですよね。新しいのを教えてもらって今練習してる途中です。で、なんかピロンさんからあのピックももらって、もらっちゃってフ練習しております。楽しみ、ちょっと頑張って練習しなきゃなんですけど、これは頑張ります。そんな感じです。あとはあの髪伸びました。私髪伸びたんですよね、めちゃくちゃ。そう、本当は今日髪の毛切る予定だったんですけど、ちょっとあの朝行ける感じじゃなかったので、体調が、そう、だから今日は行くのやめました。また今度切ります。ちょっともうここについちゃうから、またすぐ切りに行こうかなって思ってます。あ、来週のラーメン部楽しみってね、いよいよ村上編がスタートします、お楽しみに。楽しみですね、どんな感じになってるんだろう。あ、でもまあ7分ね測ってやってるから、そう、でもなんか結構いろんなことがあって楽しかったよ、うんうん。ラーメン部レイニャと一緒かって、そう、レイニャと一緒、レイニャのあれも見れるのかな、見れるのかなって感じなんですけど、お楽しみに。そう、地元でのロケはめっちゃ楽しかったです、はい。なのでみんなに見てほしいなって思います。やだ、だいぶ NGT48 ラーメン部に馴染んでるねって。そうなの、なんかね、ありがたいことに色いっぱいいっぱい参加させてもらっちゃってね。そうなんです、そうなんです、嬉しい。うん、村上に行かないと。そうだよ、村上来てね。はい、なのでよろしくお願いします。明日テレビもある、あ、そうだ、明日は BSN の、はい、新潟農業の未来もありますので、明日土曜日だよね、そう。BSN アプリ登録済みだよって、ナイスナイスナイス。はい、というわけでいろいろみんなチェックするものがあると思うんですけども、全部見てもらえたらいいなって思います。よろしくお願いします。お、
明日の昼公演の後に村上行くって、お、いいね、天気いいといいね。最近あんまり天気よろしくないから、ラーメン部入っちゃえばって、いやまあ確かにラーメンも好きだけどねそう、多分なんかラーメン部以外のメンバーだったらラーメン食べるか比率はかなり高いと思います早く寝てねって、ありがとう、早く寝るね、早く寝るようにしたいと思いますこの後アナ雪とか見ずに早く寝たいと思います。そう、でもなんか昨日お仕事だったんですけど、そう昨日のあとまた体調一回崩しちゃったから病み上がりで、そうその後にめっちゃ12時間とか寝たんですよ。そう12時間寝て、12時間と2時間と3時間と2時間寝たから結構寝たんですよ今日。そうだから今日寝れるかちょっと心配なんだけど頑張ります。寝すぎわかる、みはちゃんくらいやなって、確かにみはちゃんくらい寝たはい明日大丈夫ってね、明日まあ無理しないように頑張りたいなと思ってます、はい、寝すぎると頭痛くならないって、寝すぎると頭痛くなる時もあるよねはい、子供だからたくさん寝たら大きくなるよ。子供じゃないんだよね、一応。一応この間22歳になったんですけど。はい。めっちゃシュールの NGT 睡眠部。ミハと二人で？やば。はい、うん。まあじゃあ、たくさん寝て、育ちたいと思います。テディームーンの告知かわいい。あ、そう、もうそろそろ出るのかな。そう、私さっきインスタ開いてメンションしてもらってたからそれそのまま載せちゃっただけだったんですけど、お楽しみに。いっぱい撮影したのでいっぱい載せてもらえたらいいな。うんうん、みゆみゆぐらい大きくなるかな、たくさん寝たら。やばみゆみゆ、でもみゆみゆくらいたくさん寝たらみゆみゆくらいなんかスラッてスタイル抜群になれたらもう願ったり叶ったりですよ。たくさん寝ようそんなのたくさん寝るしかないよねはいはい、というわけでそんな感じでした。みんなはこの1週間どんな1週間でしたか？大丈夫？大丈夫だった私みたいに胃腸炎になってない？どうかなみえみえは牛乳たくさん飲んでるからね。ああ牛乳のおかげなんだ、すごい、やっぱ侮れないな牛乳健康でした。ああよかった、健康だったら何でもいいよ。それはね、眠くてしょうがなかったって、元気だよって、仕事ばかりしてました。あー、はい、私は、まあ、胃腸炎で熱が上がったり下がったり、そう、なんか日中だと全然平熱なんですけど、起き、なんか寝起きが一番熱高くて、そうなのよ。でもまあ今は落ち着いてるので大丈夫かな。悪いもの食べたのって、いやね、そう、でもなんか別に入っ
たりとかしてなくて吐いたりはしてなくて、そうお医者さんに行ったら「あ、胃腸炎ですね」って言われたんですけど、何なのかって感じですね。そうね、しかもなんか別に変なものも食べたりとかはしてない。うん、大丈夫だよそうなのよ。あ、激務の後ダウンする傾向ある。わかる、わかります、わかります、めっちゃわかるの。そうだから大人の人あんまり朝早い案件とかあんまり詰め込まないでほしいけどわがままわがままか、これは。まあお仕事はねあればあるだけありがたいのでやらせていただきます。はい舞台行くよって、めっちゃ嬉しい、待ってるねはい、というわけでじゃあそんな感じでまた明日お会いしましょう。公園でお会いできる方は公園で、公園DMM でぜひ見てください。はい、うんうん、みんな舞台の当選報告ありがとうね、楽しみですね今来たばっかーって遅いよ遅いよじゃあ順位読んでおしまいにするね。13位、あさゆきさん、ありがとうございます。12位、つっきー、あとサニーさん、ありがとうございます。11位、マシュマロさん、ありがとうございます。10位、やけどのひろさん、ありがとうございます。9位、クッキーモストメガネさん、ありがとうございます。8位、チーム G 大好きさん、ありがとうございます。7位、ピアノ坊さんさん、ありがとうございます。6位、ビッグフレンドさん、ありがとうございます。5位、しまじゅんさん、ありがとうございます。4位、なおやさん、ありがとうございます。3位、 NGH グランシェフさん、ありがとうございます。2位、シュナと磯野さん、ありがとうございます。そして1位、ヒロさん、ありがとうございました。じゃあみんなも体調気をつけてくださいね。また応援しましょう。ありがとう。というわけで以上最近の報告配信でした。バイバーイ。